今回はこの4でスタートするってもう決まりだったんで、今回のお店は山形市久保田にあるこちらのお店です。焼肉桜お肉ですよ。しかも焼肉焼いてご飯ちょんちょんしてパクって食べたらブーンってなるやつですからね。皆さん覚えてます？いやもう楽しみで仕方ないですから、もうワクワクが止まらないです。見てください、看板には桜の花が花開いております。今日はいっぱいおいしいの満開の花を咲かせましょう。よし食べに行きますよ。楽しみ楽しみ、食い倒れましょう。こんにちは。ご主人でございます。大丈夫です。ちょっとやっぱり間違っておりません。間違っていろいろ間違ってる気がするな。いいのかな。すみません。どうぞ。改めてですけど、なんでその格好。いやこれある人がいてそれに似てるってよく言われるんで、ちょっと今日はそれで。誰ですか。いやとりあえずなんかイケイケな人だなと思うんですけど。いやいやそんな言えないんですけど。え誰ですか。これはもう言っちゃってください。言っちゃっていいんですか。うん、中村さんとしてもよく似てるって俺は思ってないんですけど。そう、ごめんなさい、私勉強不足です。山形のパン中村ってことでやらせてはもらってないんですけど、今日初めてやらせてもらったところなんです。ちょっと待ってください、はい、書いてます。書いてます。今書きました、ね、ごめんなさい。あの胸に肉が光ってる。これもオリジナルで、オリジナルで今日のために作らせてもらいました。ただ輝いてるんですね。ということで本題いっていいですか。はい、どうぞどうぞ。すみません、あのご主人、はい、今回私楓洗面所の鈴木さんからさくら盛り合わせはうまいぞということでご紹介いただいたんでした。ああそうですか、はい、ありがとうございます。鈴木さん大変美味しくてリーズナブルな、商品になってますんで。そうなんですか。ちなみに食べたら美味しくてうんってなるって聞いたんですけど、本当にうんってなります。なります。じゃあもう私そのお肉が早く見たいです。はい、なので大至急早速お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。自分でやらないんですか。やらないです。自分で、はい、わあ楽しみです。どんな桜の様子が。お待たせいたしました。うわもう待ってました。当店自慢の桜盛りになります。わあすごい、ご主人、はい、お皿の上でたくさんのお肉が、お肉がそれこそ桜のように赤、赤です。はい、私のコメント待っていただいてもいいですか。どうぞ、ね、とにかくいいか、はい、お皿の上でもうお肉たちがもう桜のように花開いてますね。そうなんです。満開じゃないですか。大満開なんです ね赤赤赤赤赤赤赤こちら当店自慢のカルビ、うん、はい、ロースサーロイン、うん、真ん中に入りました。入りました。こちらみんな大好きタン、こちらサガリになります。あ、なるほど、国産牛和牛でうちこだわってやってるんで、サガリはそうなんですね。もう一番の人気だと思います。いやもうどの部位も気になりますけど、やっぱりまずはサガリを、一押しということでした。はい、焼きますよ。じゃあお願いします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。静かに乗りました。静かに。静かに。カチンってなんだか。赤外線でこうお肉じっくりうまく焼けるタイプなんで。あえてこういったプレートタイプ。そうです。でされてるんですか。ただでもお肉柔らかいんですけど、ますます柔らかくなるように。はい。焼く時のポイントってありますか。大丈夫ですか。お肉うまいでポイントもないです。ない。どう焼いても美味しいんだよ、うちの肉は。これは本当に前から言ってるんですけど。へー、じゃあここで変に丸あがきしなくていいんですか。何もしなくていい。元が美味しいから。もう
焼ければどんな焼き方でも美味しくなる。ちなみにですよ、こちらの焼肉桜のお肉っていうのはどういうところを大事に仕入れていらっしゃるんですか？どこよりもいいお肉を安くっていうのが本当なので、どこよりも言っちゃって大丈夫なんですか？多分ないと思います。もう自負している。絶対ない、絶対ってか、あったらすいません。使ってるお肉っていうのは山形牛がメイン。そうです、山形牛、米沢牛出したり、その他和牛をメインで使わせてもらって、うん、なるほど。どうしてそこまでいいお肉を安く提供できるんですか？うちが、肉屋だっていうこともあるんで。お肉屋さんなんですか？そうです、はい。はぁ、約80年ぐらいやってる。へぇ、まあ、食べるときはどう食べたらいいですか？おすすめの食べ方ありますか？こちら、おろしだれと醤油だれになってるんで、はい、これが？これがおろしだれ、あっさりおろしだれ、美味しそう。なんか今ちょっとこうカマカマしただけで、いいえ、しました。はい、美味しいおろしの香りが。そしてこれが醤油だれ。じゃあスタンバイしとこう。スタンバイして、はい、スタンバイ。そろそろ焼けたかな。全然サングラス黒くて見えないんだよ。大丈夫大丈夫、全然いけば、全然いけば。どうぞどうぞ。いい音してる。どうぞ。はい、取りますか？どっちで食べますか？どっちで食べよう？どっちどっち？どっちどっちどっちおすすめですか？さあどっちどっちどっち、ちょっと迷ってる。ストップ言ってください。ストップ、ストップ。じゃあこっちで、おすすめなんですね、はい、おすすめはおろしだれ。よし、じゃあおろしだれつけて、もうね、見るからに柔らかそう。じゃあどうぞ。はい、じゃあありがとうございます、入れていただいて、はい、いただきます。柔らかい、柔らかい、柔らかい。全然こう味わいがしつこくなくって、サガリのお肉の旨味を感じつつも、すごく旨味のキレがいいですね。 ありがとうございます、美味しいです。上手ですね。いや、柔らかい。なんかこうサガリ食べていたら、はい、鈴木さん思い出してきました。鈴木さん、ちょっと鈴木さん呼びます？いるんですか？いや、わかんない。鈴木さん、一緒に鈴木さん、鈴木さん、鈴木さん、おーい、偶然ですね。偶然ですね。今ちょうど食べに来たところでした。あ、どうも。どうも。いるんかい。はい。いるんかい、鈴木さん。いや、で今下がりいただきました。美味しいですよね。いや、もう口の中が喜びましたよ。柔らかくって。どれうまいですか？これですか？下がり。せっかくだから一緒に。なんで来たんですか？肉食べに。本当に食べにいらしてたんですか？そうだ、じゃあもっとさらに美味しい食べ方があるんだって。いやいや、そう、早く早く持ってきてください、はい、あれですよ、あれあれ、ご主人、あれ何、真っ白でホカホカのやつ。あー、なるほど。ロケ日確認してましたよね。この間、あ、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。こちら新米になります。わー、ありがとうございます。綺麗、ナイスビジュアル。わー、ほかほかだ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。もう完全に食べに来てるじゃないですか。食べよう食べよう。映ってます、ちゃんと映ってます。はい、ほら、おすすめ。はい、牛乳。もうなんか牛だけに牛乳ね、おすすめ覚えてます。タレにちょんちょんつけて、でオンザライス、てんてんからの口に、こんばんは、ごめん、うん、で、うん、牛だけに、もうたまらない。もう、うまい。でもこの一皿で盛り合わせでおいくらですか？いくらですか？ですね、いつも自分は3280円で食べます。あ、なるほど、はい、3280円でございます。ちゃんとお支払いして食べて出してるから、はい、もうインプットされてるんですね。だってそのクオリティじゃ正直ないですよね。大丈夫ですか？ダメです、ダメです。そんな真っ赤だから赤字みたいなやめてくださいね。ナイス、ザブドン。これ赤いですか？ロースですね。ロース、ロース、ロースいただきます。どうぞ、行ってらっしゃい。行ってきます。どうぞ。じゃあ俺はこれサーロイン。
はい、アロイモアが油がもうノリノリで、いやこのおろしタレ、うまいですね、これがたまらない。さあロースもご飯にちょんちょんちょん、おっこい、ハンマーがおこだ、うまい、おいしくてねじれる、あれうまい。俺ちょっと仕事のついでにちょっと来たんで、ちょっとそろそろ行かないといけないんですよ、なんでちょっとサガリを味わって、ロースも味わって、はい、本当なんかお肉のそのものの美味しさっていうのを大事にされてるっていうのを すごく実感できました。ありがとうございます。うん、このおろしだれもすごく香りがいいですしね。それでいて後味すっきりさせてくれるので、違う部位を食べてもまたその度その度なんかこうリセットされて次に行ける感じ。違う味合いがね、同じのような感じなんですけど。はいはい、一個ずつこう違う部位によって味も変わるんで、うん、そうですね、またこうさっぱりさせてくれるからこそ、そのお肉の美味しさをちゃんとこう引き立たせてくれているのも分かりました、はい、いやプロなんですね。プロです。こうやって人を見た目とかトークで楽しませてくださるのももちろんですけど、ちゃんとお肉でも楽しませてくださってる。そうです、それだけはね、何十年もやってるんで、大事にして、はい、皆さんの笑顔が見れればいいかなと思って、ね、安くしてるんです。これからの焼肉さくら、ますます期待しちゃいますね。そうです、ますます頑張らせていただきます、はい、このままいけるとこまでいけます、はい、じゃあもうポリシーは安くうまく、皆さんの笑顔が大事です。素敵、それで今出ましたね、はい、ありがとうございます。じゃあもうそのポリシーのもと、これからもたくさんのお客様喜ばせてくださいね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。では、ご主人。はい。ここからはすごく真剣なお時間です。はい。お店のご主人から次のお店のご主人に、プロが美味しいと思ったものを数珠つなぎにご紹介していただく企画なんですよ。はい。ということで、ご主人にも真剣ですからね、これは。はい。はい。わかりました。次のお店をご紹介していただきたいんです。どちらのお店の何が美味しいですか？肉ばっかさんの肉摂津鍋です。これまたなんか聞いたことのないお鍋の名前ですね。そうです。へー、肉ばっかって肉ってついてるっていうことは、お肉料理が美味しいお店ですか？そうです、肉のすき焼きだったり、お鍋だったり、まあ、いろんなもの、肉関係のものを出してるお店なんですけど、へー、そこで新たに最近出した節、はい、鍋、ある人のが作ったネギを使用してる。なるほど、こういう鍋なんですね。気になりますね。じゃあちょっと電話してみます。してみてください。はい、よし、肉ばっかさん、さあつながるでしょうか。どうでしょうか。はい、ありがとうございます。肉ばっかでございます。もしもし。はい、もしもし。あ、テレビユー山形の渡辺と申します。はい、どうもお世話様です。はじめまして。はい、今、TUY の YouTube チャンネルで食い倒れ駅伝リターンズという企画のロケを、はい、焼肉さくらさんでしておりまして。ほうほうほう。はい、そこの、すごくふざけたご主人、あ、なんでもないです。すっごく人を楽しませるお気持ちが熱い素敵な方がいらっしゃるんですけれども、はいはいはい、そのご主人から肉ばっかさんの摂津鍋というお鍋が美味しいとおすすめいただきまして、はい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 、ありがとうございます。あ、助けをつながせていただいてよろしいですか？あ、はい、ぜひよろしくお願いしたいです。ありがとうございます。ちょっとどんなお鍋に出会えるのか楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では失礼します。ありがとうございます。やりました。ありがとうございます。つながりました。よかったですね。よかったです。ほっとしましたね。最高です。 OK です。どういたしまして
いや本当に今日は楽しかったです。楽しかったです。最初お邪魔した時本当に扉開けていいのかなって思いましたけど、思い切って飛び込んでよかったです。ありがとうございます、はい、こちらも本当に楽しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからもたくさんのハッピーを届けてください。 OK、 ありがとうございました。ありがとうございます。